度、えー、の母です日本には約1,000万人の紹介者がいますがその数は年々増えたり1,000万人もいないんじゃない ?10 人に1人ってなんかちょっと計算が違うんじゃないかなと思いますけど。 その数は年々増えており、障害者市場は今後の成長が見込める、稀有な市場だと思います。しかし多くの企業は障害者を見込み客として見てくれません。SDGs に力を入れている大企業の知人枠、障害者を使って好感度を上げようとするなというクレームが来るから、障害者に向けた商品やサービスは難しいことのことこです。どうすれば企業が障害者を見込み客として見てくれるようになりますかえっと、あの、何か勘違いされているのは、見込み客として見てほしいという願望なんですよね。 あの残念ながら障害者の方でで分所得多いい人って少ないんですよあのすげえ金持ちで障害者ですっていう人もたまにはいるんですけど基本的にその障害者の人の財産っていうのと健常者の人の財産って比べると残念ながらあの健常者の人の財産の方が多いんですよ。なので健常者向けにビジネスやった方が儲かるよねっていうのは事実なんですよ。 ただ、そのじゃあ、車椅子という市場があったりとか、じゃあその目の悪い人に対してメガネという市場があったりっていう、その障害の人が使うグッズっていうものは市場としてはありますよと。で、それは別にもうすでに成り立っていて、で、市場としては動いてるんですけど、なので別に新しく参入して、要は、例えば車椅子市場がめっちゃ儲かってるんだったら、新しく参入して俺らも儲かりたいってなると思うんですけど、残念ながら車椅子市場ってそんなに儲からないんですよ。 なので、その、乙武さんみたいな、なんかあの、その、すげえエンジン積んでて、なんか高さも変えるそ、その、なんか、そあなんか特注のオリジナル車椅子が欲しいとかであれば、多分それなりの額でお金動くと思うんですけど、残念ながらその保険の、あの、保険が適用される範囲内の金額の車椅子が欲しいですっていう人がほとんどなので、なので利益率はそんなにないので、市場として参入するところが出ないのは当然なんじゃないかなと思います。